はいどうも、皆さん、こんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン2実況プレイということで、ランクが15まで上がりましたので、早速いろんな武器使っていきたいと思います。武器さん、じゃあ武器説明いつものよろしくお願いします。はい。必戦強くないか？必戦、明らかに強そうな気がするんですけど、パッと見。まあ、あとは、まあ、メインがクソ、めちゃめちゃ強いんで、5-2ですよね、野良だとね。あとは、そうだね。まあ、ビーコンがあんまり、ねえ、あんまジャンプしないでしょ、みんな最近。ましてやさ、プロコンでやってるとさ、合わせるの結構難しいじゃないですか。ビーコンのところに。そういうのありますよね。だから、まあ、ビーコンはあんまりかなって感じしますけど。ダイナモが20なんですか。なるほどね。あと、4つか。じゃあちょっとギア買っていきましょう。さあ、やっていきましょう。コンブトラックで5-2ガロン使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。5-2すげえ久々。全然なんか昔使った以来全く使った気がしないんですけど。まあ、当時と変わっていなければ、確認ですよね。で、射程はそんな長くないんですけど、まあ、かなり攻撃力が高い武器なので、まあ、こうやってエイムを俺以上にちゃんと合わせられる人は、強いかな。あれ？国産？あれ ?3？ あれ？え？あれ ?3？ あ、ちょ、飛んじゃうんだよね。5-2って確かね、飛ぶとね、めっちゃエイムずれるんですよ。確か。ちょっとあんまり覚えてないんですけど。だから、あんまり、そう。イカスピア！おーじゃーん！え、なんでどっちも死んでないの？ちょ待ってどっちも死んでないマジ嘘やろ今弾かれたら、わかんなくってスピア初めて使ってるんですけど、弾かれたら弾かれたってそこのチャージャー死ぬな。弾かれなかったら、多分無敵時間的に、飛んだやつ死ぬなって思ってたら、まさかの、どっちも死なず真ん中で死ぬって一番中途半端なやつに終わったっていう。マジっすか。ちょっとこれは。いや、むずくない？あ、やっぱ5-2むずいわ。あいつに、オープン！むずいね。ガロンむずいわ。合ってないわ、やっぱり。じゃ、ちなみに、あれなんですよ。スペシャルの、スフィア、さ、あるじゃないですか。スフィアなのかソフィアなのか、ちょっと未だに分かってないんですけど。あれね、ノバのメイン、スペシャルなので、メインスペシャルノバのスペシャルなので、これはね、相当練習しなきゃいけないんですよね。なので、ちょっとこの辺を、まあ、ぐるぐるしながら、まあ、あんまり、塗り範囲はそんな広くないんですけど、スペシャルを貯めつつ、だいぶあれですね。だいぶ、やられまくってるんで、ちょっと相手自陣を、いやらしい感じに塗りながら、こう、外周取って、どっからでもかかってくるぞ、みたいな、そういう雰囲気にしておくと、強いのかな、みたいなのを思う。おらーイカスピアーイカ痛いあー強くなくないこれ。あーま強い。え、これ強くなくないイカスフィア。やばくない？え、イカスフィア、え、こんな弱い？ちょ、待って、これ。え、ちょっとノバにちょっと不安なんだけど。あ、なにこれ。かっこいい。ちょ、待って、じゃなくて。ちょ、待って。うそーん。どこに誰がいるん？ちょ、真ん中頑張って。ちょ、めっちゃ真ん中みんな突っ込んでるね。ちょ、塗りで勝つか。塗りで勝てるかな。ちょっと最初の5キル、6キルが、ちょっと無駄になれな、ま、なりかれなくて、ちょっと悲しい。イカスピアーあ、パッ、ドーンじゃなくてさ、わかったけど。まあ、ちょっとよくわかんないですね。イカスピアの、イカスピアに関してはちょっと要練習ですね。まあ、初めて使ったんでこんな感じかって感じですけど、ちょっとキル取れなかったんで、ちょっとキル取れるように。はい、頑張りたいと思います。さあ、ということで、続いては必戦、やっていきたいと思います。必戦も、まあ、クイボポーン、バシャーで、動けるようになったんでしょうかっていう、そんな感じですけどね。どれぐらい強化されているのか、わからないですけど。まあ、射程がそんなに長くないけど、
まあ割と3方向に流れてくれるんで、割かしね、エイムがなくてもどうにかなるパターンのキルがそこそこある。お、アーマーナイス。ナイスナイスナイス。アーマーが切れたタイミングで、アーマーが、いけた、味方には繋いだ。味方には繋いだね。なんか今のところ結構評価的にはマルチミサイルと、アーマーが結構二分するぐらいな強さっぽいですけどね、雰囲気的にね。結構、反発ダメは割と与えているんで。ナイス？あと1層でしょ？あ、まっ！マジか。そりゃ失敬。そりゃ失敬しやした。さあ、なかなか難しいっすね。必戦意外とむずいな。なんかこんなむずい武器だったかなっていう。なんか割と俺もっと必戦は、なんかそれなりに使ってる回数は5、なんだろうね。割とあってる気が。ナイスナイスナイス。今の食い棒は結構いい足で、いいアシストでしょ。ナイスバケツ。ナイスオッケー。で、ちょっと敵が戻ってきたなぐらいなタイミングで、あ、まあ、はい。あれですよね、だから結構チーム戦とかはアーマー2ぐらいあってもいいかもしれないですよね、雰囲気的に。あとは真ん中で割と埋めてるといいのかもなって思ったけど、でも縄張りですからね、意外とそうとも言えないですよね。あー届かねえ、全然短け、全然短け。あー短っ。オッケー。どこだ。はい。もう完全にかもられてましたね今ね。ちょっとあとは塗りを。あ、まあ、はい。あ、そうね。だから縄張りだとさ、結構こうお裾分けバリアみたいなことしたけどさ、要はこの辺の残り30切ってあたりからのアーマー連打で守って勝つみたいなさ、そういうのありな気がするんですよね。そう、なんか真面目に真面目縄張りの話してあれなんですけど、結構そういう気はしますね。ちょっと塗られてるけど大丈夫、自信の方ちょっと嫌な予感がするんだけど大丈夫か、大丈夫か。あ、やべ、負けた。いや、勝った。あ、そうそう、だいぶ裏抜かれてましたけどね。いや、まあ、でも、まあまあかな。まあまあ、まあまあかな。さあ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 、続いては、ラピブラ使って、ガチじゃない、縄張りバトルの、ホッケフ。ラピブラは、なんか僕の中では、ヤグラ専用機っていう結構イメージがあって、あんまりなんか、強さ的にはそんなに強いなって感じる部分はないんですけど、ただまあ割と前線に人連れてくのとか、ね、割とうざさ的には結構ね、いい部分あるんで、これなんだっけ、サブトラか。サブトラ、大丈夫、抜かれてる？めっちゃ抜かれてる。ナイス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 。まあまあまあ、ああいう裏取りは止まりますね。あ、てか、そっか、スペシャルスパ、あれなんか、ボムラなんか、ボムラだからちょっとそこは、綺麗に。さっさいですよね。ちょっと遅かったかなー。もうちょっと早めにやってあげるべきだった。あー、ちょ、足取られ、そうか、足取られてるから、無駄に出れねえのか。あ、なるほどね。あー、ちょっとこれはこれでなかなか、ちょっと学んだわ。ボムラ、初ボムラでしたからね、今ね。なるほど。どうしよう、これ。うん、まあ、そうなるよね。で、上？で、来ない。ああ、そっかやっべえ、今の。ああ、今の超発ず。後ろ抜かれてる、抜かれてない。だっせえ、今の。なんだ、それは。さよなら。ほっ！ああ、なるほどね。ちょ、今、明らかに、よし。くそ、マジで。今、明らかにさ、ボム投げてたの分かりました。
完全にこの位置にボム投げてますよねっていう位置だったじゃないですか、僕のボム。いやー、なるほどね。ちょっとトラップかなんかで1キル取りたいですね。この辺閉じとこう、ちゃんと。しときつつ、どっから行く？ナイス。上からちょっとさ、いやらしい感じで行くのが多分強いとは思うんですよ。あんまり。あ、トラップってさ、ナイス？ 2 個置けるんでしたっけ？あー、さよなら、こんにちは、さよなら。あ、マジか、そういう感じ。いやいや、あ、さ、2個置けるのか、そうかそうかそうか、2個置けるから、あそことそこ、先端に置けるんだね。結構しかもさ、なんか勝手に爆発しなくない？意外とさ、強い。意外と強い説ある。ラッピー。そう、どう？そう、味方が強いだけじゃない。なんとも。いや、まあ、やぐらが本番ですからね、こいつはね。そう。なんとも言い難い部分はありますよ。あとは、自信が全然ガバガバなんで、僕が、塗りましょう。ね、しっかりこういうカバーリングをする立ち回りっていうのも大事ですから。前でキル取る人たちがね、目立つばっかりですけど、基本的には。こういう後ろをちゃんとね、塗れる人がいる、本当に大事なんで、スプラハー買った初心者の方とかは、まずはね、こういうところからやってみるのがいいですよ。打ち合いがあんま得意じゃないとか、何したらいいかよくわかんないみたいな人は基本こう、味方のサポートとか、っていうところから入るべきかなと思う。まあ、逆に言うと、突っ込みすぎて勝てねえ勝てねえって言ってる上級者の人も、こういう立ち回りを一回やるのもいいと思いますけどね。うん。さあ、じゃあ続いては、いよいよ筆の登場でございます。あれなんですね。パブロより北斎の方が先に使えるようになるんですよ、今作ね。面白いですね。あ、北斎だ。おら！北斎はどうなんですか？攻撃を詰めなくなったので、その分ちょっと攻撃力がダウンしてるのかななんて思いつつナイス。ただまあ割と自陣周りの、あ、マジ？あ、ただ嘘！ナイスナイスナイス。ここだ！どこ壁？何？壁？サブは？ああ、サブロボットだ。あ、サブロボットいくな。ウェーイ、待ってー、北斎ターン。北斎ターン、待ってー。お前だー、なんか痛い、なんか痛い。イエースイエース、まあ、この塗り跡見たらそりゃ見るよね。結構、あ、なに、ロボットバトル。ロボコン高校選手権。ロボコン高校選手権。僕好きですよ、結構。大丈夫、ナイス、ナイス。ここ。はい。で、勝手に追っかけてもらって、やったぜ。なんだお前は、やるか。イエーイ。北斎強くない？北斎強くないか？謎に北斎が強い。大丈夫？裏抜かれてる？裏抜かれて、大丈夫？まあ、センターは僕が全部、やばそう。はい、ナイス、ナイス、ナイス。すまんな。どっちだ？ここだ！はい、あれ北斎強くね？あれ北斎クソ強いんですか？まあ、させるかよ！さ、こんにちは。もうご利用し。さあ、どっからでもかかってこい。どっからでもかかってこい、北斎様に。北斎様に。勝てるとでも。ほら、どっから来る。まあ、出ますよね、そりゃね。やばい、3音、やばい。ほっ、ほっ。あ、なんか近づいてきてくれた、ありがとう。ありがとう。さあ、しかし3音。まずい。甘くせ。さあ、急にピンチ。急にピンチすぎる。あー、やばい、それは、あば、あ、ここ。え、嘘、知らない、マジ。ナイス。あ、全落ちした。マジか。これは、戦力差が圧倒的のパータンでしたね。俺だよね。あ、違う。あ、マジか。
はい、ここ。あ、来ない。パン、パン。あー、届かない。これは強かったでしょ。戦力差がだいぶありましたけどね。まあまあまあ、いや、まあ、あれですか、やっぱまだエイムが合わない人が結構多いのかなっていう印象ですね。で、北斎で目の前バシャバシャやられると、どれが敵なのかさっぱりってところで、っていう、まあそんな感じだったでしょうか。さあ、ラストはプライムシューター使って縄張りバトルホッケ風いきたいと思います。プライムはね、結構今の環境に刺さってるんじゃないかなと思ってて、なんでかっていうと、あんまりまだ、うまいチャージャーの人というか、チャージャー戦の人に出くわしてないなっていうのが一個あるんですけど、プライムより射程が長いシューターとかがほぼほぼいないじゃないですか。そういう意味で、結構ね、使い勝手いい気はするんだけど、え、大丈夫なんかすごい不安になったんだけど。全然いつになっても来ないっていう。やばい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 。やばいやばい。いやーゾッケゴリ押しオッケー。でもこれがプライムのやっぱ射程ゲーの強さですよね。やっぱりそこは。ちょっとかなり、ちょっと序盤の、いや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 です。ちょっと序盤が結構あれでしたね。結構あんまり、ちょっと出てくるのにだいぶ遅くなっちゃったんで、ちょっと押され気味ですけど。まあでも、来ない。こいつや。大丈夫かな？そこまた来られるね、これね。いやー、来られてるね。どっちだ？ここ。いやー、届かない。ちょっと待って待って待って、そきつ、そきつ。いやー、ちょっと待って、転がった。いやー、ちょ。いやー、待って。キルは取れてるんだけど、キルは取れてるんだけど、追っつかない。追っつかない。塗りまで追っつかない。あー、マジか。アーマーだ、アーマー。アーマーにやられた。ちょー。いやー、マジかー。マジかー。マジかー。あー。あー。まあ、発売日ですからね。しゃあないですよね。スパイプ2日目ですけどね。どうしよっかな。あ、この、ここは多分プライムそんな強くないので。どうしよっかな。そんなに手あげても何もないよ。何ももらえないよ、そんなに手あげても。何も手あげても出てこないよ。お菓子とかもらえないよ。ハロウィンじゃないんだから。来ない、来ない。どこ？裏。いやー、また3落ち。はい。いやー、無理無理すぎる。ちょっと待って、無理すぎる、マジで。無理すぎる。誰かいないかな。ああ、ひどいひどい。ひどい。これ俺が出てった通路以外全く濡れてない。面白かったですね。いや、プライム強いよ。めっちゃ強かったよ。見てもらってわかると思いますけど、やっぱ刺さってるんですよ、環境に。ね。っていう感じでした。次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。昨日夜出演したポケモン公式生放送、なんとモッティ決勝トーナメント進出しました。ありがとうございます。決勝トーナメントは再来週の土曜日の夜です。5日の夜なのでぜひ見てください。あったかくして寝ろよ。